キルッコヌンミは、ウーシマー県に属するフィンランドの市である。ヘルシンキ郡に属する。キルッコヌンミは、荒野の境界の意味。キルッコヌンミは、ヘルシンキ首都圏の外側にあり、エスポーの東側に隣接する。ビヒティ、シウンティオとも接している。ヘルシンキ中心部から30キロメートルほどであり、住民の多くは、電車やバスで、ヘルシンキへ通勤している。キルコヌンミで、 住民が集中しているのは、キルッコヌンミ中心部とマサラ地区、ベイッコラ地区、カントビーク地区、そして海軍中屯地があるウプンニエミ地区である。その他に小さな集落がいくつか存在する。キルッコヌンミには、ポルッカラ半島と海軍中屯地のウプンニエミ半島の二つの半島がある。ポルッカラ半島は、バルト海を横切る渡り鳥の主要な通過点となっている。 また、キルッコヌンミ周辺は平野となっていて、ヘルシンキとトゥルクを結ぶ鉄道の車内からは、たくさんの湖を眺めることができる。その湖の多くは、非常に未開地に近い状態である。キルッコヌンミには、石器時代から人が住んでいた形跡があり、その時代に石に描かれた絵などが、数々発見されている。最初に、それらを発見したのは作曲家のジャンシベリウスだと、 言われている。キルッコヌンミの南半分は1945年から1956年までソ連の支配下にあった。軍基地に使用された形跡が今も残っている。他にキルッコヌンミの有名な建造物としては、市中心部にある中世に建てられた石造りの教会、フビットラスク地区にあるエリエルサーリンン帝などがある。ありがとうございます。